プレス遅いよ、プレス遅い。ここから切り替えだな。まだ外隙入ってくる前にこう離しちゃうから、外隙に荷重かけながら切り替えてこい。頭外、頭外、こっから頭軸線外でぐーっと入ってこなきゃダメ。ぐーっかしげて目線、ほらウェーブの処理しっかりやんなきゃダメ。アップダウンアップだぞ。セット、セットの要求もう少し大きく、セットの要求もう少し大きく、向きと少し重心との位置、スキーと重心の位置、内スキーもう少し返して、外、頭がずっと、外スキーと頭の距離がずっと。大変ありがとうございました。あ、いえいえ、すいません、忘れてた。外、外、外、こっちちょっと毛出てきたぞ。前半から作るな。沈み込んで K ができてくればいいんだから、ね、外スキー入ってくるまでもう立て立て横だね。かこれセット、あーらセット前かけちゃダメなのか。中に沈み込む、中に。体重66キロじゃお前抑えらんないぞ。まず痩せるかしっかりトレーニングするかどっちかです。硬いんだわ。そうだね、スタンスもう少し狭くだね。逆にこれは噛んだら全体重かかっちゃうから、だからずらしてるようにしか見えないのよ。胸の向き、ね、立て立て、体重痩せなさい。昨日ちょっとビデオ見たけど、はい、引かれちゃダメだ、引かれちゃ。ちょっとこう荒れてきてるところがあるからね、タイミングとあとちょっと状態かぶしすぎてるところあるから気をつけて。ほら戦闘能力失っちゃダメじゃん。まあ途中で緩めんだよね。はいよ。あんまりちょっと無理しないからね、午前中雪あんまりいい状況ではないので、これで終わる。しっかり抑えて沈み込んだよね、沈み込んだ。あそこもう少しうまくこなしてくれ、切り替えの前だから。いやな、セットするときの角度もう少し要求して。体重66キロウェイトオーバーで圧に耐えられません、ね。フィジカルやってください。あの切り替えのこの山足で立ち上がるの、山足で。腰、内足の方向性、ここピシッと押さえたいのに体重重いから押さえらんない。
か、もしくは関節を絞るか。もう立て立て。体重痩せたらここがピシッて止まるかもよ。もう少し角度出す、角度ピシッて。ほら、どっから入ってくんじゃ今のは。スライド使っちゃダメ、スライド。そんな消極的に滑っちゃダメだ。はいよ、お前これ追い越して滑るんだろう。滑ってくれ、また2本行くんだろう。